ちっちゃいおっさんは、兵庫県甘崎市の非公認ご当地キャラクター。運営会社である、株式会社アップライトの登録商標。元日本テレビ放送作家出身の池田進太郎が、代表を務める、株式会社アップライトの企業キャラクターとして、キボイスに2008年以前からプロデュース。最初に喋り出した、ご当地キャラクターである。TB キー局の有名番組に多数登場し、 全国的に認知度を有するキャラクターであり、同じく非公認である、千葉県船橋市の船っしーとは親友であり、テレビ番組などで何度もコラボをしている。本名は、坂田真一で、天笠崎出身の45歳の中年男性。無職でカラオケとお酒、ギャンブル全般が大好きという設定。しかしながら、子供たちへの愛情は深く、 道徳心に満ち溢れたその性格からちっちゃい子ごとを言って回ることで、ちっちゃいおっさんと呼ばれるようになった。それに対して他人に厳しく、自分に甘いと嫁の水絵によく怒られる。進む学校、スポーツ競合校として、有名な兵庫県西宮市に位置する、私立法徳学園高等学校出身であることを、明かしている。また、妻の水絵も、 ちっちゃいおばはんとご当地キャラクターとして、おっさん同様に関西弁で喋る。ちっちゃいおっさんとともにイベントなどに登場し、夫婦漫才のような掛け合いを披露することもある。飼い犬にヤギという名前をつけている。着ぐるみのおっさんと出てくる時のヤギは、本物の犬が起用されている。家族は、妻と子供が4人に、ペットの犬が1匹。 2006年頃着信ボイスから突如関西弁を話すおっさん、ちっちゃいおっさんが登場。ありがとうございます。